2023年9月6日の木曜日です。で、今日は、今日仕事がたまたま休みで。で、まあ休みの日ってずっと家にこもる時もあれば、まあなんとなく出かけようかなっていう日もあって、まあ平日だから、いわゆる声優さんのイベントとかライブとかないわけで、まあ行くとすると買い物行くとか映画見に行くとか、そんな感じになるんですけど、今日買い物行こうかなと思って、銀座に行ってきました。最近やっぱ買い物行くの銀座行くようになったのは、まあ別に自分は大人になったというのもあるのかもしれないけど、多分欲しいものが、とか見たいお店が、要は集まってる場所がどこかって話なのかなと思って、そう、例えばね、20年ぐらい前は、私はとにかく本とか古本を買うのがすごい好きで、そうすると休みの日って行くのって神保町だったんですよね。神保町だったり、あとね、中央線の沿線って各駅に古本屋さんがあるんですよ。例えば中央線って、新宿から、まず中野はまあ、ブロードウェイはあるけど、中野はそんなに古本屋さんがいっぱいあるという感じじゃないんだけど、例えば高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪、吉祥寺、あと三鷹は結構ちょっと歩くところにあったりするんだけど、その辺を、まあ一駅ずつ降りては古本屋さんを回ってってやると、本当に一日それだけで遊べるとかってことがあったんで、そういうことに行ったりとかしてましたし、あと、まあもうちょっと10年ぐらい前とかだと、まあ10年から15年ぐらい前は、まあ CD とか本とかやっぱり買うの好きだったから、渋谷とか新宿、あと意外と六本木とかは行ってましたね。まあ渋谷は今でもタワーレコードがありますから、ね、駅前に。あそこもそうだし、あと本屋さんも割と、いくつかあったんですよね。まあ、ブックファーストとかがあったか。ルミネの中に。とか、ルミネだったかな？とかね。あと実は、新宿の駅の近くにも古本屋さんが何軒かあったりとかもしたんで、そういうとこ行ったりとか。まあ、あとはね、新宿は、ハンズがあるし、あと昔はロフトがあったんですよね。で、あと、画材なんか売ってる世界堂とかがあったりとかするし、っていうことで行ったり、まあ、タワーレコードとか夜遅くまでやってるから、本当仕事の帰りに、まあ、当時秋葉原で働いてて、秋葉原から、総武線と中央線乗り継げば、30分かからないで新宿着くんで、そこで新宿でずっと夜の11時ぐらいまでタワレコにいて、まあ、翌日休みだから、CD 買って帰るとかしてたし、まあ、渋谷もそうですよね。渋谷のタワーレコードもまあずっと、もう、あそこも30年ぐらいあの場所になるのかな。タワーレコードがあるし、渋谷も本当それこそ新宿よりも多いぐらい本屋さんが、まあ、入れ替わったりとかね、結構なくなったりできたりとかいろいろあったけど、今の H&M があるところはもともと、あれ全部ブックファーストっていう本屋さんで、地下2階ぐらいかな、から地上5階ぐらいまで全部本屋さんっていう、あそこはすごいいい本屋さんだったし、で、そこからもうちょっと、まあ文化村のとこ、渋谷の文化村のところには、この間閉店、まあ今多分改装工事で多分閉じてると思うんですけど、その前は丸善が入ってて、さらに前にも別の本屋さんだった記憶がある。とにかくね、渋谷って結構本当に本屋さん入れ替わってるんだけど、いろんなところに本屋さんがあって、紀伊国屋もいろんなところに、紀伊国屋三省堂か、三省堂はなんか移り変わって、あったりとか、紀伊国屋だから新宿か。新宿の紀伊国屋今まだ本店のところは変わらずあるし、南口にあったお店が今はニトリになっちゃって、その辺はちょっと時代の移り変わりを感じますけどね。で、渋谷は本当、例えば南口の方に今もう完全に再開発しちゃって、
あの辺は何だっけな。今何の建物だっけ。ちょっと忘れちゃったな。なんとかスクエア。あの辺のところに、山下書店っていう、24時間やってる本屋さんがあったりとかね。結構ね、あと駅前の大聖堂書店だっけ。あそこはまだあるのかな。だからとにかく、実は渋谷って本屋の街でもあったのかな。ヴィレッジヴァンガードとかは、まあ今でもね、地下鉄の、改札出たところにありますけど、まあヴィレッジヴァンガードももともとはもうちょっと離れたところにあって、そこで、営業したりとかね、いろいろあるんですけど、そう、だから渋谷もまあそこら辺に行って、あと渋谷はやっぱ無印良品とロフトとハンズにいっぺんに行けるっていうね。もうちょっと前は、銀座線の駅を出たすぐところの、東急の中に伊東屋が入ってたんで、割とね、そういう、文化的なものを見に行くときには、割と、そこの、トントンとその場所をぐるっと回れば、結構面白いんですよね。うん。で、あと、まあ映画館とかもあるしさ。で、映画館で映画も見れるし、あとライブハウスも結構あるから、昔はライブハウスに音楽聴きに行く前に、その辺ぐるっと回って、いろんなもの買ってからライブハウス行くとかしてましたね。うん。でも最近はね、だからそのあたりに行くことが減ったんですよね。六本木も、まあ今、あれか、今、ツタヤはまだあるのか、なんだっけ、テレビ東京、違う違う、テレビ朝日、六本木ヒルズの、ちょっと、出たところ、あれが欅坂なんだっけ、欅坂だったと思うんだけど、あそこにある、ツタヤは多分今でもあって、あそこは結構深夜までやってますけど、もっと昔は、青山ブックセンターっていうね、駅からで、地下鉄の駅出て、麻布警察署の並びにある、今はなんだっけ、会員制の本屋さん、会費を払って入る本屋さんだったかな、なってからちょっとどうなったかはわかんないけど、あそこは昔青山ブックセンターで、あそこも朝の5時までやってて、結構、六本木の、ね、遊んでる人たちの中でも割と文化人の人たちみたいな人たちは、なんか青山ブックセンターに行ってから、始発で帰る人とか、まあタクシーで帰る人とかがいたっていう伝説は聞いたことあります。で、あと、六本木ヒルズの中には、昔ビレッジヴァンガードがあって、そこもだから11時とか、夜の11時とかまでやってたから、だから私はだからまた秋葉原に働いてた頃の話になるけど、秋葉原から、地下鉄の日比谷線に乗ると六本木まで行けるんですよね。それも30分ぐらいだったかな。で、休みの前の日に、六本木行って、各本屋さんぐるっと回ってとか、あと、時間によっては、森美術館か、六本木ヒルズの上の53階だったかにある、森美術館って、確か金曜日とかだと深夜まで、展覧会の営業をしてくれるので、それを見てから、なんか、青山ブックセンターで本買って帰るとかね。なんか、いろんなことしてましたよ。で、ただそれが、まあ、10年とか15年前で、今はすっかり、興味は、例えば手帳とかね、文房具とか、まあ、そういうものにちょっと移りつつあって、で、まあ、一時期秋葉原行ってた時期もあったけども、ちょっと秋葉原通いもここ、2000年ぐらいか、ちょうどコロナでなかなか行けなかった時期が明けたところで、秋葉原行って買い物するの面白いなとは思ってたけど、まあ秋葉原も今でも行きますけどね、なんかそんなに、やっぱあそこって街としてすごい変わる街なんですよ、秋葉原って。まあ昔10年働いてて、それを目の当たりにしたこともあるからわかるんだけど、今だからそういう、例えばパソコン関係とかスマホ関係の小物パーツとかケーブルとか売ってるお店が割と、少なくなっていって、その跡地に入ってるのがあれですよ、トレーディングカードのカード屋さんがすごい入ってて、今トレーディングカードってそんなみんなやってんだと思って、大人も子供もやってんだと思って、まあ確かにね、昔からマジック・アンド・ザ・ギャザリングとかはずっとやってたし、だけど、要はそれが、例えば遊戯王とか、今ポケモンカードとかをやってる人たちがいて、で、ね、カードが、
結局、レアなものは高額で取引されてっていう感じで、販売してたりするから、まあ、そういう時期なんだろうなって。で、また多分3、4年経つと何か違うものが多分流行ってきたりとかするんだろうなっていうことは感じて、まあそういう意味で見る上では面白いんだけど、ただ自分が買い物に行くときに、じゃあ、秋葉原って、じゃあだったらもうネットで買えばいいかなっていう気が最近はしちゃってはいます。っていうなんか前置きみたいな話だけど、もう7分ぐらい喋ってるんだけど、で、今日行ってきたのは、有楽町から銀座にかけてを、なんか散歩しながら買い物した。